多くのものを養ってきました。そのような仲間と共に仕事ができる自衛隊は素晴らしい職業だと僕たちは思っています。ですから、どんな苦境にも仲間と誇りを忘れずに頑張ってください。きっと世界は変わることと思います。これからの皆様のご活躍をお祈りし、応援の言葉とさせていただきます。続きまして、高等工科学校の紹介をさせていただきます。陸上自衛隊高等工科学校は平成22年4月に陸上自衛隊少年工科学校から改編されたばかりの学校です。僕たちドリル部は基本教練を基礎として応用動作を行い、指揮官の号令により正確な動作、体形変換における静と動の構成美を追求するものです。このためライフル隊の各動作とドラム隊とのリズム、音楽の調和がとても重要となるため、強固なチームワークを持って練習に励んでいます。これから演技させていただきますが、僕たちの演技が少しでも皆様の心の支えになれば幸いです。なお、演技の中で空砲射撃を1回実施しますので、大きな音にご注意ください。それでは、若さあふれて力強く巧みな演技をお楽しみください。
淡々とこなしているように見える彼らですけれども、日頃はね、何十回、何百回と練習しているのかなと思うと心にされました。